皆さんこんにちは。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山愛です。今回の動画はお姉さんチンチラのチンさんと仲良く暮らしているのですが、チンさんをピックアップした動画にしたいと思います。YouTube の生放送でもなんか散歩させながら今日の感想みたいな感じで肩乗ってくれたりして、はい、チンチラのチンさんです。すごいお水飲んでる幸せぞ。チンさんのお住まいはこんな感じです。ちょっと寂しいなって思っていろいろなんだおもちゃとかおやつを買ってきました。チモシニンジンやバラエティーボールヒチマビはなんかかじるうまく説明できない。歯が伸び続けて痒くてかじり気とかと似たような効果が得られて、まあ、チモシニンジンだと普段のご飯がチモシなので食べることもできるっていうとてもいいご飯兼おもちゃでもあります。で、このかじり気コーン固定していい感じにセットすると登ったりできるんですね。運動のために必要です。あとステージハンモック、ハンモックね、他のチンチラと仲のいい方がセットしてあげてて、なんか ねチンチラさんが寝てる様子の動画とか見たことあるので、ちょっとお姉さんもセットしてみたいなって思います。ちょっと初めて買った。でスティックとかおやつも買ってみました。なんかおやつなんだ、果物とか専用で売ってるものじゃないと、あの水分が多すぎるとお腹痛くなっちゃうんですね。なのでちゃんとペット屋さんで売ってるおやつがいいですちなみにチンさんの好きなおやつは干しぶどうです。ペットショップから迎え入れるときに店員さんに教えてもらいました。今寒い季節なのでハンモックをうまくセットできたらいいなって思います来たお、どっち向きだろう。こうかな。多分ゆると足バランス崩しやすくなると思うので、割とピント伸ばした状態でセットした方がいいかも。こっちが上かな。多分ここを回せばいける。よし。出す前に狙ってる早く遊びたいね。ハンモックがセットできました。乗る？